でもなんかツイッターでよくシャッチョさんシャッチョさんって言われるんですよ。シャッチョさんってなんか嬉しいですね、可愛らしいです。シャッチョさんかエクスキュードって処刑って意味ですよ。はじめ処刑って。こんにちは、一番端っこのレン投げに行くそうです。おかしいでしょ。あーもうなんかあれですか、ご当地キャラみたいな感じでいけと。おかしいでしょ。もうこれもう他の人ですからね。もうめぐみんさんじゃないですか。なんすか、俺が俺にオンデマンドめぐみんだ。おいメロメロ番長ってもうどんなんすか、もうええー、みたいな感じですか。おかしいでしょ。オンラインマンってもうすごい、どう見たらオンラインマンに。できないナイーブ太郎。なんかすごいよくそんなの思いつきますね。僕右腕臭くないですよ。こんにちは、手長ザルで。おかしいでしょ。はい、というわけで、まあいろんなコメントがあったんですけど、なんか他にもね、結構ね、たくさんあったんですよ。ハジフォイっていうのが多かったし、まあきっと僕はマルフォイにしたかったんでしょうね。ハジフォイとか、あとなんか、はじめ、ヒラ社員とか、社員とか、そういう感じが多かったんですけど、僕の新しい名前はですね、はじめ社長です。いや、けど、聞いてください。今までとは違いますからね。やっぱりこう、会社の長って書いたら、もう、会社の長じゃないですか。けど僕、会社の長じゃないんで、やっぱ会社の長っていう字を使っちゃダメなんですよ。なんで、まあ、表記の仕方をですね、まあ普通にはじめで、こっちをあれです、ひらがなにします。社長って、ほら社長って。まあこうすることによってね、もう社長っていう言葉にこう会社の多さっていう意味を持たなくなって、もうなんて言うんだろう、ま、言いたいことわかるでしょ。会社の多さじゃないんですけど社長っていう名前なんです。なんで僕のことを漢字で言わないでください。大事なことです、これは。漢字で読んだら会社でいじめられるんでダメですよ。ひらがなで読んでいただきたいです。皆さん本当にコメントありがとうございました。まあ基本的にもはじめさんって、もうはじめさんって、もう呼べよ。はじめさんって呼べよ。仕方ない時だけ、社長ってつけるみたいな感じで、今後も行きたいと思うんで、ひらがなのはじめ社長です。まあ海外に行くことがあったらね、ローマ字になると思うけど、またその時は、よろしくお願いします。じゃあな。あ、そう、たまにね、なんかこうやって、なんて言うんだろう。コメントを読むことがあるんで、皆さんよかったらね、また、コメントとか、高評価とか、ぜひ豆にしていただけたらありがたいです。じゃあ。